前回 A ルートクリアできたんですけど、こっから B ルートやっていきます。いやー、発売しちゃいましたね、レプリカント。もうだいぶ、お、兄ちゃん、あれが兄ちゃんなの？機能停止してんじゃん。修理してあげないと。光ってる目が悲しそうに見えんな。俺が動かすんかい？ え？何をすればいいのこれ。バツを押した。ジャンプした。他は？メニュー画面と、開けない。ジャンプしたらなんかちょっと、待って、ダッシュとかできないか。ダッシュ、回避行動取れないじゃん。なんか、他にも倒れてる機械生命体いるけど。これ、ポーンって、飛び降り自殺できないか。できないか。2B だったらなんかこういうところヒューンって飛んじゃってもなんか後でポットが助けてくん？この油を何刺してあげるって？ジャンプした方がなんか距離稼げんな。これか。これを拾って。わーい、わーい。で、これに入れてあげて。何に使うのそれ。よいしょ、よいしょ、おっせー、さっきのおっせー、ジャンプ、こら。やり直しかよ。この状態だとジャンプ、この、入れた状態だとジャンプできないのか。めんどくせえな、これ。 じゃあ、慎重に、慎重に。おっせえ。そりゃねえだろう。転んじゃダメじゃねえよ。それぐらいなんとか歩けよ。はい、じゃあもう一回。どうしよう、これ。あんまりやり直し食らうようだと、カット推奨だな。じゃあここ回り込んで、そもそも兄ちゃんどれだっけ？どれが兄ちゃんだっけ？いいんだ。お待たせ。いくら油を刺しても機械に家族なんかできノイエませんス。よ。ここあれか、廃工場か。そろそろ始まりますね。これ A ルートでもやった最初のところでいいのかな？9S を動かしてる。聞こえてますよ。夜ハブ隊、降下作戦が開始されました。速やかに敵拠点の防衛システムを解除してください。了解しました。おお、 9S 動かしてるよ。こっち？警告、速やかな作戦行動の遂行。どういうこと？ひょい。ちょっと待って、これ、バッドエンドの構えだろ、これ。機械生命体に対する興味がもう抑えられないです。独立して好きに研究させてもらいます。そう言い残して、ナインエースは姿を消した。いや、そりゃないだろう。こっからやり直しだよ。
こぼれてるこぼれてる。いくら油を刺しても機械に家族なんかできませんよ。そろそろ始まりますね。あの上飛んでるのが 2B たちだよな。まあ最初に 2B 以外がもう落とされて死んでったわけだけど。オペレーター2は、ああ、ここに戻ってきたか。聞こえてますか？聞こえてますよ。夜ハブ隊、効果作戦。どっちに行ったらダメなんだっけ？速やかに敵機。ああ、マップちゃんと見ればよかったんだ。解除してください。了解しました。あ、飛び降りたりはできないのか。飛行ユニットへの登場。あ、宝箱あんじゃん。飛行ユニットへの登場。どっちだ。なんか、間違えそうで怖いな。あ、あそこにあるんだ。じゃあ、これでいいんだ。装備とかどうなってんだ。あ、武器一覧53%、そのままになってんの。武器セット。黒の制約。2B がなんか白の制約だっけ。素で。すべての武器。あ、あんじゃん。あ、これレベル1、でも当然だけどレベル1だから、だったら、2B が使ってお下がりでいいじゃん。これにしようぜ。あ、いや、待ってよ。なんか違う感じにしたいのは、したいという気持ちもあるんだよな。槍がいいかもしんない。なんか槍似合うぞ。これが一番、あの、まあ、最後の方、ツービンにも使わせたやつだよな。これにしようか。装備はこれでよしと。あ、ポットプログラムも、そっか、ポット3台とも使えるんだ。まあ、スキャナー、結局あんまり使うことないんだよな。グラビティでいっか。待ってよ。ちょっと試してみるか。おお、ちゃんと使える。うん。そっか、基本的には 2B と同じことできんだな。こっち側行ったらなんか、あ、防衛システムは地上ルートからたどり着くのは不可能。ああ、そっか。また、さっきみたいなことになりそうだから、おとなしく乗ろう。なんかレベルも引き継がれてるっぽいな。強くてニューゲームみたいなもんか。ぬるゲーなんじゃねえのこれって。あ、シューティングか。出た出た。あ、でも敵のレベル高いな。こっちのレベルが上がってることを想定して、ちゃんと敵のレベルも引き上げてんだな。あ、まあ、このポットプログラムみたいなものも使えるんだな、ちゃんと。うん。あ、まあ、敵もレベル上がってるけど、普通にこっちのレベルも上がってるから、全然余裕だな。いけるいける。まあ、シューティングが苦手ではあるけど。お、あの、食らうと結構ダメージ入るな。あ、なんかプラグインチップも多分そのまま引き継ぎされてんな。一切変更しなかったけど。これ、え、これどうなってんだ。攻撃部隊支援のため敵の防衛システムをダウンさせます。ハッキングターゲットは4箇所。目標の周囲には敵の反応がありますので、まず退避してください。あー、してマップちゃんと見ないとダメだな、これ。あ、なんかマーク出てんな。あ、これを破壊しろってことか。あ、まず周りの敵を破壊してから
これを破壊しろってことかな。おお、レベル50か。はいはい。はい。これか？ん？どうしたらいいんだ？なんか違うな。あ、こうか。あー、これ。あれだろう。遊園地廃墟であったやつ、発金か。いまいちよくわかんないけど。あ、こうやって進んでって、あれがコアみたいなもんか。あ、これでいいんだ。あー、なるほど。ハッキング完了。次の目標へ向かってください。わっ、いけ！この野郎。待って、プラグインチップこの状態で変えれないか。あ、変えれません。メニュー開けない。あ、そう、敵がいなくなったら、あ、ダメでした。くそ。プラグインチップ変えてえな。いや、結構敵が多いんだよな。時間かかりそうだ、これ。ちょっとある程度カットするか。ハッキング完了。残り2カ所です。2カ所か。まだ2つもあるとは。いや、てか敵が多いな。めちゃくちゃ湧いてくんじゃん。で、結構しぶといやつもいるし。どっちだ？こっちか。よし、あと1個か。ハッキング完了。残り1箇所です。いやー、意外と面倒くさいですね。本当ですよ。すいません。はーい。いてー。ここがラストか。よし、終わった。敵防衛システムのハッキングを完了しました。これで、うわ、まだいた。敵がまだ来んのかよ。引き続き侵入した攻撃部隊の支援に当たってください。どこ行けばいいの？ああ、外に出んのね。ああ、ツービーだけね。それはまた大変だ。みんな情けなくやられてったからな。なんか隊長、私とか言ってあっさりと撃墜されてったからな。なんかクエストに出てきた 11B もいたんだっけ。脱走を企てていたっていう。で、後輩に馬鹿にされたっていう。そんなのもあったな。いやー、てかなんか戦闘シーン多いな。 9S 戦闘向きじゃないのに。やってたやってた。ミサイル発射。あ、ミサイルなんか撃ってたっけ。あ、 2B だ。ああ、ここに繋がるわけか。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないです。ああ、あの時と同じセリフだ。 2B さんですね。僕は 9S です。あ、髪赤い。俺が髪返してたから。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。
でもナイエース結構大変だったんだな、この時なんか余裕ずらしてたけど。いやーまた敵来るよ。ルビーさん、何？なんか裏方の方が大変だよな、こうしてみると。いてルビーさん、僕、あ、このセリフいけたいけた。僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かこんな喋りながらガンガン戦いまくってたのかな。あ、言われた言われた、それすみません。それと弾はつけなくて。え、私の名前に継承は必要ない。わかりました、ルビー。嬉しそう。いやめっちゃ湧いてくんじゃん、しつけえなこいつら。どんだけ湧いてくんだよこいつら。結構大変だぞこれ。あー、なんか視点変わるな。こんななんかのんきに喋りながらもガンガン戦ってんだな。すごいな、ないやつ器用だな。機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。自分で優秀って言うだけのことはあるわ。うわめちゃくちゃくんじゃん。旧世界のデータを使って行け。あ、やべ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 ぞ、結構食らいすぎた。ちょっと、いやプラグインチップ変えれねえのにきついな。自動回復だけじゃ間に合わないかも。やべ、こんなに苦戦すると思わなかった。ちょっと回避もっとちゃんと使わないと。あ、だいぶ回復してきた。慎重に行こう。ちょっとこの視点やりづらいな。シューティング自体苦手だけどこの視点は特に苦手だ。一通り工場を探索したけど目標らしき兵器は発見できず。ああ、もうだいぶ終盤だなこれ。別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。この会話が出たってことは、あれは、ああ、鳥ですか。あ、鳥の話してたな、そういえば。動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。こんな穏やかな話してる時にもガンガン戦闘しまくってんだよな。別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。うわ、めっちゃ囲まれてる。そう、めんどくせえ。ほらららららよし、終わったか。もう出てくんだよ。どうしたの？敵大型兵器と交戦に入った模様。援護しなきゃ、急ごう。あのエンゲルスと同じやつだろ。ドゥビー。あ、いたいたいた。あ、そういえばしばらく一緒に戦ってたよな。状況は、これが目標の超大型兵器。よし、援護します。あ、エンゲルスって名前出てんな、ちゃんと。報告、敵機体解析完了。侵入経路及び脆弱性を発見。 APUD 表示。ハッキングして弱体化させる。あ、ハッキング。あ、こうすればいいのか。よし、おお、なんだなんだ。お、オッケー、反撃してきた。よし、いや、すげえじゃん、ナイエス。これだけやらなきゃ。あ、そっか、真ん中もやるのか。
大丈夫か大丈夫か、いけるか、よし、動きまくるこいつら、よし、で次はこっちか、あやべ振りかぶってきた、よし、おとなしくしろ、よし完璧でしょ、あ また真ん中にあんの、よし、ちょっと多くないですか、いてちょっとまずいまずい、やられた、クソ失敗した、やり直しか、うわいやうまくいかねえぞこれ、どうしたらいい、あー時間がねえ、いやーダメだ、全然うまくいかない、あーなんか壁があるな、こっちの方がありがたいかもしれない、いやでも食らうな、いやうまくいかないんだよ、いやーダメだ、よし捨て身でいったらなんとかなった、あとぶっ潰せばいいのか、あ敵ミサイル制御のダッシュに成功、やっと進んだ、ここカット推奨だな、ブースター、あーでここで 9S が戦闘不能になるんだよな、でこの飛行ユニットを 2B に貸して、あれなんか腕ぶんどってそれぶん殴るって感じじゃなかったっけ、これはひどい、ん、ああ動ける、アクセス不良検知、どうしたらいい、あなんかタイムリミット来てるな、これ、これ、これか、あ、あ、こうすればいいのか。あ、で、こっちも、全部やれってことか。あ、四角エラー修正。音しねえな。あ、音声システム。あ、聞こえるようになった。音声ユニット回復。周辺環境を確認、こっちは何もない、ん、呼ばれてるよ、ナイエス、お、ああ進んだ、今から修復する、ハッキングのあのパート難しいんだよな、非推奨、当該ナイエスのバイタル低下はこの場での応急処置を止めること、うるさい、いいから出して、なんかこれあったばっかりなのにすごい 2B 向きになってるよな、ナイエースのことになると、兵士です、その戦い誇りを、装備 HO229 コマンド677受諾、使用者をナイエースから 2B に、権限異常、 2B の承認を求む、お願い、この状態でもなんかハッキングみたいなことやったよな、 9S、 分かった、それも自分でやるってことか、こんな状態で何操作すんの、ん、あ、おい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 、迎撃する、マジかよ、射撃しかできねえじゃん、あ待ってポット変えるか、
こっちの方がいいな。あ、そこっちやな。あーでもこれあんまりいっぱい撃てないからな。ホーミングしてくれるけど。あ、でもこっちの方がいいな。うん、威力もあるし。よし、いけるいける。あっち側からしか来てないよな。あ、余裕だな。敵のレベルも低いし。多いな。よし、いけるいける。しました。脆弱性、何をすればいいんだ。援護のためにハッキングします。何をすればいいの。あ、あれあれか、そういうことか。よし、いやこのハッキング慣れないと済むかもしれない。ズビー、敵機体の上腕部のコントロールボットを使って、え、制御取れるはず。ちょっと今俺はこの状態何をすればいいの。あ、あれか。あ、ここもか。よし、あ、これで倒せるか。まだあんの。あ、あれか。よし、制御システムを奪う。了解、敵サブユニット侵入。あ、そうそうそう、腕奪って終了。姿勢制御バーニアコントロール。で、この腕でぶん殴ると。 2B、 敵ユニットのダッシュに成功。あ、まだ動かすの。引き続き。あ、くそ、まだ敵が来る。2B の記録データパッケージをアップロード開始。警告、機体 9S のデータパッケージが未更新。いいんだ、先に。ああ、はいはいはい、 2B のデータをアップしてくれ。了解。そっか、それで 2B だけは記憶データがある状態で復元できたっていうことだったような。あ、避けられた。くそ、あの下の方微妙に経験値が加算されていくのがなんか面白いな。よし、あ、でわざわざ飛び降りなかったっけ。 2D 機体乗り捨てて、ほら。そんな捨て身でやることなかったんじゃないの。そのまま飛行ユニットに乗ってればよかったのに。この辺は同じかな。強引な戦い方ですね。ドゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。あ、でなんかいっぱいわらわらとメタルクーラーのごとくやってくるから、そんなブラックボックスでメガンってかますんだよな。めっちゃ殺す言ってくるじゃん。なかなかうまくはいかないみたいです。出た。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。あれ、なんか 9S にもほくろあんのかなと思ったら顔汚れてるだけか。新生、ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。撤退を許可。私もだ。
会ったばっかりなんだけどな。違う、ナイエス